Good evening, guys and ancestors. Ancestors. Yes. Welcome back to FM Koza. It's time for Adventure Lab. My name is Arina Kaza. You can call me Abo. FM Koza をお聞きの皆さん、こんばんは。アドベンチャーラボの時間です。パーソナリティのアボです。よろしくお願いします。そして、ナーミーも隣にいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。この番組ではゆったりとしたメロウな洋楽を中心に曲の意味や内容などパーソナリティの感想を含めて解説していき、音楽を楽しんでいきたいと思います。また曲の、フレーズをピックアップして英会話ワンポイントレッスンにつなげていくコーナーです。よろしくお願いします。また、この番組は語学教室アドベンチャーラボの提供でお送りしています。アドベンチャーラボでは英会話、中国語講座、翻訳や通訳、そして留学サポートなども行っておりますので、語学や海外に興味のある方はぜひ語学教室アドベンチャーラボと検索していただくとホームページやフェイスブックページが見れますので、ぜひいいねを押してください。そして、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、761@fmkoza.jp、ファックスナンバーは098-934-8653 です。この番組はユーストリームで、動画を配信しています。ツイッターも連動していますので、そちらの方もお楽しみください。よろしくお願いします。はい、今日は聞こえる？はい。なんと今日は僕の娘が、まあ、僕らの娘がね。ちょっと遅いんですけども、うん、はい、お盆ということで、はい、夜更かしをしても、はい、見に来てますね。はい、そうですね。はい、どうですか、お盆。お盆ですね、旧盆、初日ですね。はい、運慶だよね。運慶ですね、うん、私たちも運慶、そうですね、して無事、はい、ご先祖様を招き入れたところでございます。そうですね。英語でご先祖様、はいはい、アンセスターって言いますね。アンセスター、アンセスターって言います。で、まあ、先祖崇拝ですよね、沖縄は。そうですね、が主なので、アンセスターワーシップ、ワーシップ、あの儀式とか、そうですね、うんうん、というイメージで、うんうん、はい、今日もここ来るときにエイサー道巡礼してましたね、うん、やってましたね。さすがは沖縄市小沢、うん、沖縄市すごいですね。エイサーの町だけに、なんかすごい盛り上がってましたね。盛り上がってますね、ちゃんと、うん、列を作ってね、うんうん、今日は普段よりも車の数も多いく感じますね、うん、そうですね、うん、あの実家が中城なんですけども、中城の方ってすごくシーンっていう感じそうだな、うん、あのエーサーとか、あのね、今聞こえなかったよね。公民館で子供たちはエーサー頑張ってますよ、うん、今日やってたんですか。今日は、あ、今日ではなく、あ、でも、うん、あの大体は今日から3日間道巡礼が始まっていきますね、うんうんうん、なるほど、はい、に比べて沖縄市はすごかったですね、本当に、うん、さすが、お盆とかも人の活気が、ね、この時間帯なのにもかかわらず、ね、ちょんだらもね、しっかり先導してね、うん、あのかっこいいですね。そうですね。The 沖縄って感じですね。 The 沖縄、うん、まさに沖縄って感じですね。そうそうそう、うん、私台湾にあの行ってたんですけど、はい、あの台湾でも同じようにこの旧盆、うん、旧暦の7月15日を、はい、まあ、チョンユエンジエという言い方をして、チョンユエンジエ、うん、中元、お中元って皆さん送りますよね、はい、持って行ったと思うんですけど、今日も、うん、お中元の中元って書いて中元節という言い方をします。それで中国語の発音は中元節、うん、そう、同じ沖縄とね、同じようにご先祖様にとか、うん、あの、うん、ご先祖様が、帰ってくるっていう時なので、はい、お線香をあげてね、お線香の煙でこっちだよって、お家はこっちよっていう感じで、あと内カビ、あ、内カビもあるんですか。あるんですよ、台湾あります。あの世のお金、内カビもちゃんと焼いて、あの世でご先祖様がね、不自由なく、買い物できるように、あの暮らせるようにっていうことで、はい、同じような意味がありますね。アメリカだと
キャンディーですけどね。ああ、trick or treat のハロウィンだ。だからハロウィンみたいな感じだよね。ハロウィン、そう、ハロウィンも西洋のお盆と言われてますね。うん、そうですね。そうそうそう。そういうイメージですね、本当にも。そうなんですよ。うん、ちなみにウートウートしましたか今日？してきましたね。うん、はい。このウートウートも、うん、台湾ではパイパイと言います。パイパイ。うん、え。面白いですね、なんかパイパイと言って、パイパイ英語で言えば trick or treat 冗談です、そうですね、すみません、はい、そんな感じで9番ですね、3日間ですね、うん、運慶、うん、中日でウークイだね、うん、はい、うん、そうですね、アンセスターもね今日から始まりましたね、ここに沖縄にいて、うん、ね、家族とゆっくりそうです、ね、うん、過ごすかなと思います、うん、家族の団らん、はい、なのでこの辺りに もしかするとアンセスターがね、はーい、うん、歩いてるかもしれないですけど、そうですね、はい、はい、その中じゃちょっと聞いていただきたいと思います。 The First Corner、 はい、 Music Lab。 この番組ではゆったりとしたメロウな洋楽を中心に曲の意味内容などパーソナリティの感想を含めて解説、また曲の、フレーズをピックアップして英会話ランワンポイントレッスンにつなげていくコーナーです。早速ですが今日の、ピックアップソング by Nami ですね、はい、お願いします。 So today tonight、はい、I choice ケセラセラ、わかります？ケセラセラという曲なんですけども、なるほど。ね、これはね、アメリカの女優でもある、うん、女優でもあり歌手でもあるドリス・デイ、あ、ちょっと待ってくださいよ。ケセラセラってですよね。あ、そうですそうです。Okay, just make sure ね。just to make sure、ね。Okay、うん。ちょっと確認するために。You need the time. You need to make sure。あのケセラセラだよなってずっと思いながら。あ、そうですよ。あれですよね。あのケセラセラですよ。うん、そう、結構ね沖縄でもなんくるないさとか言って、あ、そうなんですね、替え歌みたいな、替え歌もねジョニー・ギノワンさんが作ったりとかもしてるんですけど、なるほど、はい、ウクレレ持って、そう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 、うん、ね、あのケセラセラって実はスペイン語で、うん、気にしないでとか、なんくるないさですね、そうそう、気にしてもしょうがないよとかいうような意味で、ほいほい、英語ではねWhatever will be, will be っていう歌詞、あ、タイトルが、うん、英語のタイトルは Whatever will be, will be という、面白いですね。Take it easy みたいな感じでもいいですかね。そうそうそう、なんかなるようになるっていうような、うんうん、なるようになるさっていうようなね、意味なんですけれども、はい、この、あ、まずこの曲はね、1956年にアメリカの映画、はい、知りすぎた男、うん、これヒッチコック監督、うんうん、ヒッチコックが監督した映画で、うん、はい、ドリス・デイが出ててですね、はい、その中で、歌われた曲となっております。はい、はい、で、この歌詞いきますよ、うん、When I was just a little girl、うん、私がまだ子供だった頃、はい、I asked my mother、うん、WhatWill I be? お母さんに、まず、うん、ママにね、未来のことを聞いてみたのって、うんうん、Will I be pretty? Will I be pretty? 可愛くなれるかな、うん、Will I be rich?、うん、お金持ちになれるかな、うん、And here's what she said to me、うん、ママはこんな風に答えてくれたよ。 Here's what she said to me、はい、ケスラスラ、気にしない、気にしてもしょうがないよ、ケセラセラ。Whatever it will be. Yeah, whatever will be, will be. うん、なるようになるわ。The further, the future's not ours to see. はい。未来とか先のことなんて誰にもわからないものよっていうようなね。うん。そんな感じでした。結構なんか will 使ってますね。あ、そうですね。あの未来系の will みたいな。質問でね、Will I be pretty? とかね、Will I be rich? に対して、そうそう、whatever will be。そうですね。ケセラセラ。ちなみに will っていうのが、まあ未来系の中でもそうなんですけども、ちょっとした意思が、
あのやるっていう志の意思ですね、うん、それが含まれているのがウィルの、ね、そう、うん、意思のね、うん、ウィルっていうウィリングネスって言いますからね、うんうん、名詞になるとね、うん、意思とかそういう意味もありますよね、うん、Do you have a will?、うん、って言いますね、意思があるか、そうですね、うん、でこれはもう2番3番と歌詞は続いていくんですけども、はい、2番はね、大人になって恋をした時 When I grew up and fell in love、うん、And I asked my sweetheart、うん、What lies ahead、この先に何があるのか聞いてみたの、うん、Will we have rainbows day after day、うん、来る日も来る日も虹が見えるかしらって、うん、虹色に輝いてるかしら私たちの未来って、はい、っていう感じでね、うん、で Here's what my sweetheart said、うん、そして私の彼はこう言ったの消せらったら、うん、Whatever will be、うん、面白いですね、なんかいろんなシチュエーションで使ってる感じですね、そうそうそう、恋愛でも使うし、うん、まあ、お母さんとこの親子の関係、そうそうそう、まあ、親子関係とかしら、ね、そうなんですよね、うん、で3番になるとなんと子供が出てきます、へ、 Now I have children of my own、 私にも子供ができて成長も入ってるのかな、そう、 They ask their mother what will I be、うん、そ子供たちが聞いてくるの、そのママにね、うん、Will IBe handsome? Will I be rich? かっこいいお金持ちになれる、うん、で、I tell them tenderly、うん、で、私は優しく彼らに答えてあげるの、うん、ケセラセラ、うん、どうなっていくんですね、なるほど、はい、面白いですね、そんな歌詞でとても明るい曲でなんですね、はい、うん、で、ぜひ皆さんに聴いていただきたいなと思いますので聴いてください、はい、はい、Are you ready? Yes OK、Que sera sera by Dries Day. Que sera sera by Doris Day. Sorry. Are you okay? One more time. Que sera sera by Doris Day. Que sera sera って言うんですか? I don't know. All right. It's a Spanish なんだよね。Que sera sera. Que sera sera. Que sera sera. Guess. いい曲ですね。なんか今日お盆だけになんかちょっと外が騒がしいから、うん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 、エーサーがね、鳴ったりとか、あのなんかいいリズム感あっていい曲だなと思います。今日にあったというか、そうですね、うん、なんとお祭り気分じゃないですか、うん、今日このね、このうんちゃっちゃ、うんちゃっちゃってあのワルツ系なんですよね、うん、この曲も、うん、で、家族愛、歌詞がね、また家族の愛があふれる、うん、
歌なので。そうですね、うん、お盆にぴったり確かにな感じで、ね、ケセラセラでね。はい、まあいろいろあったと思うけど過去にアンセスターも、アンセスター、うん、いろんなね、うん、もう先が見えなくなったり、ね、してもう心配になったりしてね、不安になったりすることもあるかもしれないけど、うん、なんくるないさ、ケセラセラってことですね。ケセラセラの気持ちで乗り越えてきたんでしょうね。今日には持ってこいですね、うんうん、そうですね、はい、はい、メッセージ、うん、届いてます。中野町の和樹さん、ありがとうございます。ありがとうございます。アーバオさん、ナミさん、こんばんは。こんばんは。伝統行事を外国の方に説明するのは大変そう、うん、お盆ということでね。大変ですね。大変ですよね、うん、でも私もよくね、説明するときには、うん、似たような分、似たようなところはないかとか、そして、うん、逆に違いは何かっていうことをに気づいて、そこをから言葉にして説明していくと、うんうん、そうですよね、いいのかなと思います、ね、うん、やっぱ日本語でもまず理解しないといけないですからね。そうですね、まずは自分の、うん、理解した上で説明するっていうのが知ることですよね、うん、意味をしっかり、うん、おじおばに聞いてから、はい、うん、僕も、ね、ま、通訳で伝統行事説明するってことはあんまりめったにないんですけど、うん、翻訳 の仕事で、うん、一つこのエイサーについて、うん、那覇の、あ、那覇じゃない、すみません、沖縄市のこのエイサーという町、うん、沖縄市ってエイサーの町ということでアピールしていただきたいということで、この翻訳依頼がありまして、で実際、沖縄市役所の中にある銀行がありますよね、うん、銀行ありますね、はい、の、なんていうんですかね、あれ看板というのかな、あー、はい、エイサーの、まあ、リスナーの皆さんちょっと行ってみてください、うん、実際行ってみるとエイサーのね、大きな絵があって、そうそう、そこに英語で写真ですね、うん、いやカラーですね、カラーでした、うんうん、そこにエーサーとはっていう、うん、エーサーの町沖縄、沖縄市ですね、うんうん、っていう題材で、うん、ちょっと説明とか翻訳したので、ぜひ英語でね、うん、はい、 The City of Acer っていう、まあ、The City of Acer、うん、エーサーの町ですね、 Translated by Abo なんですよ、うん、そうですね、ねえ、はい、ぜひ皆さ ん沖縄市役所に行かれた時はね、はい、銀行の前に行って看板チェックしてみてください。はい、お願いします。はい、で、はい、また中野町の和樹さん、続きがありまして、はい、今のケセラセラの曲、はい、ビールの CM で使われてた曲ですかって。あ、そうなんですね。ケセラセラワレバーって歌ってくれてますね。いいですねありがとうございます。はい、 whatever ね、うん、うん、もういいですか。いいですよ、はい、はい、ひーさん、こんばんは、うん、はじめましてですかね。大阪より拝聴しております、よろしくお願いします。お、すごい、大阪、大阪からも聞くんですねやっぱりありがとうございます。さすがインターネットの、ね、世界は素晴らしいですね。そうですね、本当に、うん、ありがとうございます。ひーさんですね。ひーさんですね、はい、はい、はい、では一旦じゃあ、うん、一旦 CM に、うん、コマーショーに行きましょうね。はい、はい、Welcome back after the commercial. Stay tuned. Nice to meet. Nice to meet you too. All right, welcome back. はい、ナミから
何か言いたいことがあるんでした。Yes. あ、はい、先週聞いていただいた皆さん覚えてますかね。はい、中国語の音を聞いて、うん、英語でどういうのか、どういう意味なのかを英語で答えようっていうコーナーがあったんですけども、ね、はい、中国語 の, あの音で遊ぼうということでね。これですよね。ビーチュー。あー、ね。あれ？そう。ビーサー。ビーサー。ビーサー。まあ、ファーストフードなんですけれども、ヒントは食べ物です。ビーサー。これは何という意味でしょうか？英語で答えてください。はい、ビスケットでもないんですよね。ビーサー。考えました？ボー。バーガー。ハンバーガーはちなみにハンバオバでした。はい。ハンバオバ。うん。ナゲット。ノッ。チキンナゲット。あ、じゃあフレンチフライズ。ノー。え？あの音からゲスですよ。音ちゃんと聞いて。ビーサー。ま、もしくはこういう言い方もあります。ピーシャーピン。ピーチャーピン。うん、わかるかな。はい、gave up。 give up。 はい、答え言いますよ。はい、答えはピッツァ。ピッサー、ピッツァ、そうですね。ヒーさん当たりです。ピッツァと今言いましたね。あ、そうなんですか。ヒーさんすごいですね。ね、ビーサーはピッツァなんです。おめでとうございます。素晴らしいですね。Congratulations。 一発で分かったってことはもしかすると多分、ね、中国あたりに留学してたんじゃないかなっていう。そうなんですか、ヒーさん。はい、はい、ありがとうございます。はい。さあ、ここでもう一曲、はい、ちょっと流したいと思います。 OK、 We've got one more song。 OK、 A whiter shade of、 あ、すみません。A whiter shade of paleSong by Annie Lennox。
A Whiter Shade of Pale by Annie Lennox。 はい、そうですね、これプロコルハルムっていうあの方が本当は歌っている曲なんで、そのカバーですね、アニー・レノックスさんが。はい、という感じで皆さんに安眠にあのつなげていきたいと思ってこの曲にしました、うん、いいですね、眠れそうです、ね、はい、はい、じゃあここで、もう終了ですIt's time! All right。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp ですね。ファックスナンバーは 098-934-8653 です。お相手は語学教室アドベンチャーラボ代表アーボーこと中澤有俊と、ナーミーでした。I hope you enjoy the show and we'll see you next Wednesday. Have a good night. Bye bye.だよね。こっちだでしょ。